たたりとは、神仏や霊魂などの超自然的存在が人間に災いを与えること、また、その時に働く力そのものを言う。人間社会の法則や論理では、制御不能な出来事が起こった際に、それを強大な霊力の発言であると考える解釈、説明。月岡義都市、淵矢部屋の実会。迷い込んだ、水戸公門の前に、老人の妖怪が現れる。 類似の概念として呪いがある。たたりは、神仏、妖怪による懲罰など、災いの発生が何らかの形で予見できたか、あるいは発生後に起こっても仕方がないと考えうる場合に言う。これに対し呪いは、何らかの主体による呪う行為によって成立するものであり、発生を予見できるとは限らない。何者かに呪われた結果であり、 かつそうなることが予見できたというケースはあり得るので、両概念の意味する範囲は一部重なると言える。平野正門の首塚神社の霊木国本の神は、本来、たたるものであり、たたりの語は、神の権限を表す、立ちありが添加したものという折口忍の主張が、定説となっている。流行り病、飢饉、天才、その他の最悪そのものが神の権限であり、それを恐れ沈めて封印し、 祭り上げたものが神社祭祀の始まりとの説がある。人間が神の意に反したとき、罪を犯したとき、祭祀を怠ったときなどに、神の力が人に及ぶと考えられている。何か最悪が起きたときに、牧戦や拓戦などによってどの神がどのような理由でたたったのかを占って初めて人々に認識され、罪を償いその神を祭ることで、祟りが沈められると考えられている。 神仏集合の後は、本来は人を救済するものであるはずの仏も、神と同様にたたりをもたらすと考えられるようになった。これも、仏を祀ることで、たたりが沈められると考えられた。後に御霊信仰の成立により人の死料や、精霊もたたりを及ぼすとされるようになった。人の霊によるたたりは、その人の恨みの感情によるもの、すなわち怨霊である。有名なものとしては、 企業の死を遂げた菅原道真の清涼殿の落雷事件などの天変地や、それによる藤原時平、醍醐、三日虎の死去などのたたりがある。時の天皇らは恐怖して、道真の神霊を天馬大自在天神として熱く祭り上げることで、たたり神を学問、レンガなどの守護神として昇華させた。恩領として道真と並んで有名な平野正門の マサカド塚周辺では、天変地異が頻繁に起こったといい、これは、マサカドのたたりと恐れられた。自習の輸行像、マサノリによって、神と祀られて、遠京2年には、神田明神に合使されることとなった。また、東京都千代田区大手町にあるマサカドの首塚は、移転などの計画があると事故が起こるという話もある。方言の乱で破れた、ストク天皇。 藤原頼長の怨霊伝説、新田義貞のたたりなども有名である。全国各地に見られる、たたり地の信仰も、原始的な宗教観を映し出していると見ることができる。たたり地とは特定の山林や田畑がたたると恐れられているもので、そこで木を切ったり、所有したりすると家人に死者が出るという。東海では、世地、世山などと言われ、地方により、たたり地、おとろし所。 バチ山、イラズ山などの古障がある。こういった場所には昔、処刑場があったとか縁起の悪い伝承が残っていることが多いが、このような土地は、古の聖域、祭祀場であり、本来、近畿の対象となっていたものが信仰が忘れられて、たたりの伝承だけが残ったという見解もある。神木や霊木のたたりも全国によく見られる話である。日本では、 今でも古くからの巨木、老樹に対する信仰が残っているが、民間にも老樹にまつわるたたり伝承があり、所沢市の滝の城には、斧で切る土地を流したという、地の出る一本松の伝説があり、各地に似たような話が伝わっている。同様に、動物霊もたたると考えられており、特に猫の怨量は、恐れられ、猫を殺すと七代たたるといった俗心がある。近年では、 民間宗教者や新宗教により、水子のたたり、先祖のたたりなども、盛んに喧伝されるようになってきている。前者は、人口中絶の増加に目をつけた者、後者は、各家族家により先祖供養が粗略となった実情に、着目し、除霊、新婚、供養を行えば不幸、障害が取り除かれると説くものである。稲荷信仰において、狐は、新種とされ、 三輪山信仰では、蛇が神の仮の姿とされる。従って、これらの動物を害した場合は報いを受けると、信じられる。それとは別に、キ尾のキツネや猫また、化け猫といった、怪異端から、キツネや猫に人をたたる能力があるとする俗心も、広く存在した。猫にまつわるジンクスは西洋にも存在する。 犬や猫のブチ毛が顔の中央で左右に分かれ、鼻筋が白く通った模様を、八割と呼び、飼うとたたる、裏切る、化けると言われ近畿の対象とされた。日本人の、たたりなどの宗教観に訴えて、小便禁止の効果を期待する、お札 AB、たたり、音量、偉人、間の年数、民族宗教、第2集、P1、宗教学辞典小口 E1、 堀一郎監修東京大学出版会1973年、美ノ井美郡徳山村郷土氏、国枝春市、1940年、国際日本文化センター上皇通る、仕草の民族学、ミネルバ書房2006年、ISBN46 億2304万6095ピアニッシモ、270から271。ありがとうございます。